こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、デラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチです。はい、こちらね、いろんなガングレビューさんがね文句たらたらやってますが、もう昨日の話になりますけども、ちょっとね昨日のうちにちょっとこの動画をね上げたかったんですけども、ちょっと諸事情により今日は24日土曜日なんですけどもね、昨日11月23日の金曜日に、まあ祝日だったんですけども、このね仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーのプレミア前売り券で、このね特典としてオーズタジャドルコンボライドウォッチ、これがねついてまして並びました。僕もいつもね行く映画館、前回はビルドのラビットドラゴンフルボトルの時に並んだんですけども、その時はちょっと別の映画の前売り券とね一緒になっててかなり列があったんですけども、まあ今回は、列は仮面ライダーのこのライドウォッチを欲しいというお客さんばかりが並んでいてですね。で、まあ前回はちょっと並んでたんで、もうちょっと早い時間にね、うちを出てですね、朝5時に起きまして、5時半頃家を出て、映画館の方に6時ちょっと過ぎぐらいに着いて、そこからですね、8時にオープンするというので、2時間ほどね、列に並んだんですけども、まあその時点でもう20人ぐらいはいたと思いますね。まあ昨日は祝日だったんでね、かなり、その後もですね、どんどん並んでって、最終的には120、30人ぐらい行ったと思います。今回はね、まあ並んでる時も、オープンして案内される時点でも、まあ何も、まあトラブルみたいなものはなくてですね、まあすんなりと行けたんですけども、まあ待ってる最中がね、かなり暇だったんで、まあ僕は電子版の漫画をね、楽天のコボという機械で、読んでたんですけども、まあ、そんな感じで2時間時間潰してですね、これをゲットしました。ガングレビアさんの中ではね、入手できなかったとか嘆いている方も、まあ、あとはこの音声だけの動画をね出した時にコメント欄でも入手できませんでしたという報告も視聴者さんからありましたけどもね、まあこれはね本当にしょうがないことなんですけども、たまたまこのね発売日が祝日で人がいっぱいでね、だいたいこの発売日って土曜日とかね、まあ土曜日もまあ休みの人は休みですけども、日曜祝日しか休みがないという方はね、まあ買いに行けないという話なんで、まあ今回祝日ということでかなりね人が押し寄せたんだろうと思うんですけどもね。はい、で、こちらがねムービーチケになってますね。ちょっとね、スリーブに入れて大切にしてるんですけど、はい、このツヤあり、ツヤ消しのね、交互の印刷がかっこいいですね。この全平成ライダーが顔がちょこっとだけね、あります。これはね、親子ペアのチケットなんで、座席取るときはこれ2席取れるんですけどもね。まあ僕は子供がいないので、これはまあ誰か、知り合いの人に譲ろうかなと思ってます。で、こちらのローソンで、これ今ね、今行ってきました。最初から喋っていて、途中で行ってきました。グッズ付きチケット。このロッピーの方で。これ予約開始がね、まあ同じ11月23日の、何時からかはちょっとわかんないですけども。これがですね、予約開始直後はね、かなり繋がりにくかったみたいなんですけど、今はもう余裕で取れるんで。まあでも先着なんでね、数に限りがあるみたいなんでね。まあお早めにということですね。で、これがですね、一般子供、あとその一般子供の親子ペアの券とね、分かれてまして、まあ僕は一般の、はい、こちらの一般の1400円。この特典の方が2160円。こちらが、ラビットタンクハザードのライドウォッチですね。これがですね、2019年3月14日に商品を渡し。なので、まあ、3ヶ月ちょっとありますね。はい、これはね、
忘れずに、まあ、映画の方は12月22日なのであと1ヶ月ぐらいなんですけども、このね商品引き換え券がね3月14日なんでなくさないようにして、であとね忘れないようにしないとなんないんでね、もう見えるところに僕は置いてますけども、はい、ということで、このねチケット2つ2種類ね、このまあ片方はこのタジャドールコンボのライドウォッチで、もう一つは、ラビットタンクハザードのライドウォッチ、はい、かなり、混雑したみたいですけどもね、はい、ゲットしてきました。はい、それではねこちらもう音声の方は一応上げたんですけども、あの時間ギレードにセットしたりとかっていうのをねやってないので、まあ、改めてこれ最初からやってみたいと思います。はい、ではこちらがですねオーズタジャドルコンボライドウォッチデラックス版です。なので回ります。こちらがね、これタトバのマークですね、タジャドルではなくタトバのマークで2010年、そして回すとタジャドルコンボの顔になります。はい、色はねこのカバーと本体と同じ色で、今までで初めてですね、この、まあ、デラックス版はもちろん GPSG でもなかった仕様ですね。はい、そして説明書はこちらで、はい、デラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチ、はい、まあ、遊び方はいつものデラックス版と同じでね、ボタンを押すと音声が2種類ですね、ライダーの名前とライダー解説音、そして軸ドライバーにセットするとアーマータイムで変身音が鳴ります。はい、では、まずボタンを押します。はい、今回はねチッチッチッチがないですね、まあ、デラックス版なんですけどもちょっと説明が長いんでそうなってるんだと思いますけども、はい、タジャドルコンボ、燃え盛る真紅の翼、炎の王子、タジャドルコンボ。はい、それでは軸ドライバーにセットして音声確認してみたいと思います。
はい、ということで今回は仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーのプレミアチケットの特典デラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチをご紹介しました。はい、まあね、こういうのはちょっとね、時期的にも寒くなってきましたしね、あんまりこう列に並ぶというのが厳しくなってきてるんで、まあできれば、一般でね、こうなんかこういう特典とかね、あんまり歓迎はできないですけども、まあ一応これゲットできたんで、なんとかね遊ぶことができますけども、まあこの祝日だったということでね、純粋にねこれを求めてるお客さんと別に転売屋の人がねいっぱいいたと思います。多分これは稼げるぞみたいなね。まあでもね、その人手がいっぱいあったおかげでですね、多分これね暴落すると思います。まあ今はね、その発売されてゲットできなかったって人はね結構いるので、その辺の需要で高騰しているとは思うんですけども、若干こうピークを過ぎたあたりでですね、もうかなりどん底まで下がると思うんですね。なのでまあ転売屋の方から買うにしても、最安値で買おうと多分ね高値で出しても売れないから、どん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 下がっていくと思うんですね。その辺のその、高騰して、よしここだっていうね最安値を見つけて、時期的にねいつ頃になるか分かんないですけども、まあどんどん下がっていくと思うんでね、まあ一旦下がって、まあ、もうちょっと経つとね、まあ徐々に上がっていくと思うんですけど、その下がりきったところをね見極めて買った方がいいと思いますね。はい、で肝心のねこの映画の内容なんですけども、特報とかティザー映像がもう公開、 YouTube とかで公開されてるんでね、ちょっと見たんですけども、かなり面白そうですね。このなんかこういつもと違って、まあこの仮面ライダーいっぱい出るんですけど、仮面ライダーがね現実の存在じゃないっていうね、このなんて言うんでしょう、第三者的ななんか違う視点からね見て、この線とかね、こういうビルドの人形を持ってますけどもこういうね、まあガングレビアの YouTuber のようなね部屋が出てきたりね、これ面白そうですね。このおもちゃがいっぱいあって、このライダーの人形とかベルトとかがあるようなこの世界この世界とこういろいろ絡み合ってね話が展開していくみたいなんですけども、これはかなりね今までと違ってね、タブーに切り込んだね斬新な設定だと思います。はい、ということでね、この12月22日に公開なんですけども、これがとても楽しみです。で、まあ、ジオチームとビルドチームが主に出てくるみたいですね。で、まあ、ゲストもいて、あとまあ、テレビでね、まあ、何編ってやってますけども、これがちょうど電王編とかダブル編、そして空画編に当たると思うんですけど、それでね、ここに中心にこの電王空画ダブルがね、いて、で、アナザーライダーもね、このようにね、ダブル、アナザーダブル、アナザー電王とかね、アナザー空画はちょっと、見当たらないですけども、ここにアギトがいたり、ここにねクーガのベルトとかがあったりするので、まあクーガの方も、あ、クーガいますね、フォーゼもいますね。はい、まあ平成ライダーは全部出ると思います。まあイマジンの4人の声優さんね、桃太郎ス関さん、浦太郎スユサさん、金太郎ステラソマさんで、ルータロスの鈴村さん、そして、オーナーですね、デンライナーのオーナーの石丸健二郎さんと、くじご児童の生瀬さんとかね、はい、これはとても楽しみなんで、はい、もう公開初日にね見に行きたいと思います。はい、ということで以上トリズガオでした。よろしくお願いします。それではまたねー。